はい、どうもお疲れ様です。今日は7月27日朝6時でございます。今週の争点っていうのは、この日足がですね、1時間や4時間の追撃を食らって、この下落トレンドが上昇トレンドに変わるのか、それとも下落のままで終わるのかってことだったんですけども、答えは出ましたね。これは下落の方に進んだってことになります。ということでね、分岐点っていうのは下落の方向ですよと、売りトレンドがこれから始まりますよってことになります。さあ、そして4時間なんですけども、4時間は1日足を変えるに至らなかったんですが、やっぱ日足に支配されて、4時間足もね、上昇の方向からついに下落に屈したということになります。4時間でも下落です。そうなると当然一番力の弱い1日足っていうのは、まあこうなってますよね。これから下落が始まるということになります。移動平均線の話はもうしないって言ったんですけども、あえてもう一回だけしましょう。移動平均線絡んで下の方に落ちていく、で移動平均線から離れた乖離っていう現象が起きたんで戻っていく、で移動平均線に触れるとまた落ちていく、このリズムが分かるとベストなセルでのエントリーポジションが分かると思います。そして昨日はね、レンジオプションを引きまして、そのレンジオプションからこのヒゲ先を持ってセルの決断をしました。その後材料が入りましたので、ポジションは抜いたんですけども、まあでもね、昨日の材料の後っていうのははっきりと下落に転じたってことが分かりました。ということで、今週の争点だった分岐点、上に行くのか下に行くのかってことは、木曜日になってやっとね、結論が出ましたね。これからはセル重視で利益を出していくことになると思います。で、移動平均線の理屈だけを見たらね、だけを見るのは危険なんですよ。だけを見るのは危険なんですけども、今乖離が始まってますんで、徐々に上の方にもし行くとしたら、移動平均線の赤いところに触れたらセルのベストポイントになるっていうのは、ちょっと頭の片隅に入れておいてください。ただし移動平均線だけでトレードは判断しないでくださいね。とっても危険ですから。で、今日はこの下落トレンドがどこまで進むのかってことになりますけども、一応ね、ここは材料だったんで、すぐにはこれがテクニカルには溶け込んでいきません。ですので、少なくともあと3時間ぐらいはね、様子を見ていきましょう。だいたい日本の材料が8時50分にあるでしょ。だからその辺を考えた上で、だから9時とか9時半ぐらいですね。そのぐらいに、今日の方向性を見ていくのがちょうどいいぐらいだと思います。材料見てみましょうか。で、木曜日ですね、8時50分ちょびっとありますね、これね。あと日銀の金融政策会合の1日目があります。これはまあまあ重要なんですけども、時間が書いてませんからどこに来るのか分かりませんよね。だから今のところはちょっとね、気にしないでおきましょう。そして21時から21時半に集中しているアメリカの材料、それからユーロもありますね。まあユーロは普段は意識しないんですけども、でも21時半を過ぎるとまた大きな材料があります。結論、今日のマーケットは今日でしか通用しないってことです。ですんで、午後になっても決断がつかない方ってのは、もう今日はね、トレードしない方がいいと思いますよ。そういうふうにして木曜日を渡っていきましょう。それではまた追加放送しますので、お楽しみに。今日はね、今のところ何も決められないんですけども、まあ、多分ね、セルの方向に向かってのエントリーはあり得るのかなと思いますね。はい、じゃあ以上です。また追加をお楽しみに。